今夜もよろしくお願いいたします。森内正代の集まれミュージカルの森この番組では俳優である私、森内正代が30分間ミュージカルの魅力を少しでも伝えられるように僕の俳優としての活動情報やミュージカルにまつわる近況をお届けしていきます。集まれミュージカルの森、略して 厚み2024年10月24日皆様いかがお過ごしでしょうかはい早速でございますが私が現在出演中の作品情報からいきたいと思いますミュージカルビリー・エリオットリトルダンサー 世界最高峰のクリエイターが生んだ珠玉のミュージカルベリー・エリオットが待望の再再演中でございます1980年代のイギリス北部の炭鉱の街を舞台に一人の少年と彼を取り巻く大人たちの姿を描きます11歳の少年がバレエダンサーへの夢に向かって突き進む姿家族との圧力れき亡き母への思い祖母の温かい応援 度重なる苦難を乗り越えながら少年の夢はやがて家族全員の夢となる東京公演は東京建物ブリリアホールにて2024年7月27日から始まっていましてあと2日後10月26日までとなっております 大阪公演はスカイシアター MBS にて2024年11月9日から24日までです。スカイシアターは梅田にあるかな詳しくは公式ホームページをチェックしてみてください。ということでもうちょっとで東京が終わってしまいます。皆さん本当に東京公演たくさんの応援と愛をありがとうございました。あと2日ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。今チケットポチってください。 最後の東京駆け込み公演でございますよ。ぜひぜひ。あの、本番やっていて、で、先日女子中学生の貸し切り公演とかもあったんですけれども、なんかね、ある日本番行ったら、ケータリングのところにお客さんの感想文みたいな。 ものがファイルにまとまっている状態で置いてあって、え、めっちゃ気になる。なんだったら、多分女子中学生たちの感想文みたいなものが載ってるだろうと思ったから、あ、あの子たちがどう感じたのかをとっても聞いてみたい。気になるアンケート取りたいですよね、みたいなことをアンサンブルで言ってたぐらいだったから、え、それ見れんのと思って、行って早々、すぐ僕アップ行くんですけど、その日はね、私服のまんま <laughs>。 <laughs> そのファイルをね、見始めたんですよ。だから、感想が見れたんです。嬉しかったですね。で、あの、女子中学生たちはやっぱ学校の授業の一環で来てるから、えー、きっと、書かされたでしょ。<laughs> だから、あのー、なんていうの本人が書きたくて書いたわけじゃなくて、多分授業の一環で書いたから、あのー、僕たちへの感想も、 ちゃんとあるけれども、なんでしょう、先生の評価のパフォーマンス的な文章になるじゃないですか。僕がやったら絶対そうなるから。まあ、そういう点があるなと思いながら、でも、いろいろ書いてくれてて、あ、こうやって、あのー、声が聞けるのはとても嬉しいなと思いながら見てて。で、そしたら、なんか、なんだろうな、別日だと思うんですけど、しかもなんか違うイベントなのかななんか、 観光かわかんないけど、団体で見た方なのかな親御さんとか40代、50代の方とかが子供と見に来たみたいな感想もちょこっと後半の方にあったりとかして、あ,こ,あこんなの感想ものあるんやと思って多分まとめてくださったんですけど、それ見てたら、あのー、ちょっとね、ぐっとくるお母さん、お父さんの感想が。 あって、やっぱね、親になったから、これぐっとくるなーっていうのがあったんで、ちょっと、こんなこと書いてあったよって喋りたいなと思ったんですけど、あのね、お母さん、40代女性の方がお母さんで、子供と見たみたいな。で、この作品を見て、 グッときたとたこね私のグッときたポイントしか覚えてないんですけど子供は見知らぬところででで成長しててていいくんんすすねっ書たよ結構その方ねあの A4 ぐらいのサイズの紙にめっちゃびっしり書いてくださってる女性の方だったんだけどその中でもやっぱふっとふっとねうっとくらったくらったっちゅうかはっはっはっとしたというか子供は見知らぬところで成長していくんですねって。 って思いましたみたいなこと書いてあった時に「そうかそうだよそっか」っていうかそうですよね。僕も父親になって今7ヶ月の子供があのズリバイのスピードがとんでもなく上がってきている我が子がですね 知らぬうちに成長していくんだろうなって。で、今はまだ、あの、できることが急に喋れるとかだと怖いレベルだから、な,ない、ないのないと思うので、ただ、やっぱそうやってビリーみたいに、パパ、父に内緒でバレエの世界に飛び込んでいて、もう荒沼にオーディション受けるようなレベルになっている。それを知るみたいな。そういったことって親としては、 驚きであったり、でも知らないショックであったり、でも成長の嬉しさであったり、っていうことが起きるんだよなハッとしてぐっと切っちゃったんです <laughs> <laughs> あとね、全然関係ない話なんだけど、鶴見慎吾さんに、あの自分のね、役名役名じゃないんだけどさ、炭鉱夫6とかみたいな感じなわけですよ、私の。 タンコフが。あもうタンコフなんですよ。で、あと名前何にしようかなって迷ってた時に、鶴見さんが教えてくださって、あの、ギブソンっていうのは、キーリー・ギブソンっていうのが我が娘になるんですね。えっ、ー、と、芝居上で絡んでるので。だから、僕のタンコフはギブソンという名前だなと思って、で、ギブソンに対して何がいいんだろうって考えたら、なんか、 ボブって呼ばれてそうだよみたいな話になって。あ、ボブですかまあ確かにぽいね。ボブ・ギブソンっぽいな。いいなと思ってて。で、そしたらボブって、その当時、なんかね、ロバートっていう名前の人がボブと呼ばれてたんですって。ロブとかじゃないよ。ロ、ロブじゃないよ。ボブです。B-O-B? かなボブ。ロバートがボブと呼ばれてたらしいので。え、そんな知らなかったって。でもまあ、鶴見さん白色だからそういうのも知ってて、 で、だから、あ、え、じゃあ僕の中でもそのロバートがボブと呼ばれるんだと思って、そういうのに意外性を感じて、じゃあ慎吾さん、もうそれつけさせてください。つって、<laughs> 僕の単行不明はロバート・ギブソン、通称ボブでございます。なんで私は、あと2日東京でボブを演じに行きたいと思います。ただね、あの、人によっては、っていうか僕もそうだけど、 あのスカブになったりするシーンもあってでそういうのって僕自分のやってる単行譜とスカブとかはつながるといいなとかつながったらお客さんにより面白くなるなとかって言ってプラスアルファのどうできるかなって考えたりするんですけど結構ね頭からお尻まで同じ単行譜の人もいれば違う単行譜になっている人もいれば違う家族関係になっている人もいるんですよ。そうあの当たり前だけど輔さんがやってるスカブは、えーと スカブ一生スカブなんで、単行夫でいるときは多分別人だと思うんですね。なんかそんな感じで、あの、この人はどの家庭でとか、でも、あの、僕、あの、大月さゆさんと夫婦で募金したりとかしてるし、なんかその辺の関係使って、スープキッチンって、あの、配給のところかな。で 意外と小芝居してたりする。んですよここ絡めますね。とか、ここ目だけでいきますね。とか。な <laughs> はだからそんな、そんなこだわりを多分みんな持ってやってるんでね。あと2日、東京の方は。そして大阪の方は楽しみにしていただければと思います。はい、それでは早速最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちら。最高のミュージカルピックアップショップステップジャンあーつみ。 今週皆さんにご紹介するミュージカルソングはミュージカルレ・ミゼラブルよりレッドブラックですはいこの曲ね超有名でございますねこの曲を今日はご紹介したいと思いますミュージカルレ・ミゼラブルはビクトル・ユゴーの同名小説を原作とし作詞アラン・ブーブリル作曲クロード・ミシェル・シェーンベルクによって制作されたミュージカル作品です オリジナルのフランス・パリでの初演は1980年にロベール・オッセンの演出で上演されております。そして1981年にこの作品のレコーディングアルバムを聴いた世界的演劇プロデューサーキャメロン・マッキントッシュが目をつけてロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの芸術監督でもある演出家のトレバー・ナンに イギリスでの上演の話を持ちかけるんですね。そうすると、トレバー・ナンは、ジョン・ケアード、有名なジョン・ケアードとの共同演出、さらにはですね、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーとの共同制作をマッキントッシュに提案します。それで、1982年に商業演劇のプロデューサーと王立劇団が提携する形で、ロンドン版の制作が開始されて、1985年10月からロンドンで上演されております。 1980年のパリ公演は「レ・ミゼラブル」をよく知るフランス人に向けて作られた作品だったそうなんですよ。そのためですねストーリーのうちでも重要な箇所、えー、例えば主人公ジャン・バルジャンがモントルユー・シュルメールの市長になる以前の銀の食台の下りだからそうなる理由のとこですねそういうところが省略されていることがあったそうなんですよ。 なので、えー、ほとんどのイギリス人にとって題名である「レ・ミゼラブル」を正しく発音するのもおぼつかない作品もよく知らないという状況にあったのでロンドン版では「レ・ミゼラブル」という物語そのものをきちんと伝えることが に重きが置かれて1980年パリ公演の改訂版としてのレミゼラブルを作り上げていくこととなったそうですこれ知らなかった僕もそうなんだ最初はロベローンで全然違うレミゼラまあ全然違うってわけでもないんでしょうけど違うものがあってねキャメロンマッキントッシュとロイヤルシェイクスピアカンパニーがここで出てくる僕全然これも知らなかっただからロイヤルシェイクスピアカンパニーってあのマチルダ とかねマチルダじゃないですかマチルダの作ったカンパニーで僕はあのロイヤル・シークスペア・カンパニーのなんかピンバッジ記念に頂い,いたんですよキャストは嬉しいですよね赤色のやつそうでこういうところからやっぱロイヤル・シークスペア・カンパニーの関わってきてるんですねすごいですね 日本では1987年6月に帝国劇場にて上演されておりますその後も断続的に公演が行われており大人気ですよね2013年公演より新演出版にてたびたび上演が行われております2024年12月16日から2025年2月 7日ままでで帝国劇場にて上演予定でございますこれが、えー、帝国劇場改装前の最後の公演になると思いますご興味のある方は是非公式ホームページをチェックしてみてくださいチケット殺到でしょうきっと ああのー、まあ、ちなみにこれご存知の方もいると思うんですけどもジャンバルジャンの囚人番号っていうのは、まあ、英語版では24601ですね24601でございますが日本語版になった時に、えー、24653っていうのをよく皆さんご存知かと思いますけども24653あの語呂24601があの「ーが,がねとか「ワーとかが 24601になっちゃうということで日本語では24653になってるんですけどこれ僕も知らなかっただけはででですすねここ英語で歌われててるんですって日本語版の「日本版の初演時」はここ24601は最初だけ英語で再演から24653に変わったらしい。 ええ、だよね。ああ、そうだ。一回2 4 6バ1で試してんだね。<laughs> なるほど。もう1位はできなかったんだね、やっぱりね。いや、そうだよね。ちょ、ちょっと2460は1位ビリーはできないよね <laughs>。 はい。今回皆さんにお聴きいただきます。レッドブラックという楽曲は、マリウスやアンジョルラスら、秘密結社 ABC の友のメンバーが歌う、心が揺れ動きながらも決起していく、そんなナンバーでございます。かっこいいよね。それではお聴きください。ミュージカルレミゼラブルよりレッドブラック お聴きいただきましたのはミュージカル「レ・ミゼラブル」より「レッド・アンド・ブラック」でした次のコーナーはこちらですこのコーナーではリスナーの皆様に送っていただいたお便りを読んでいきたいと思います現在普通オタ強化月間として普通のお便りこと普通オタを大募集しております 今週もご投稿いただいたふつおたをご紹介させていただきます。早速読んでいきましょう。森内さんこんばんは。こんばんは。先日ビリーエリオットを見に行きました。ありがとうございます。お見送り会の日で大変感動したのでふつおたを送らせていただきます。お、なんだろ。う。本編も大感動して興奮冷めやらぬ中。 今まで劇中で感動の嵐を呼び起こしていたビリーと父ちゃんと兄ちゃんが仲良くこちらに手を振ってくれているなんて最高の空間でした。ありがとうございましたと手を振るお三方に対していえいえ、こちらこそ感動をありがとうと大きな声で叫びたい気持ちを会釈に込めて通り過ぎました。 <laughs> 今まで舞台上でたくさん踊って疲れただろうに、こんなにも笑顔でさらなる感動をくれるなんて、何回でも見に行きたい。という気持ちが爆発して、チケットを買い足しました。ありがとうございます、えー。私が思う森内さんの一番の見せ場は、ソリダリティのダンスです。 炭ンコも警官も大人キャストがずらーっといる中で森内さんのダンスがひときわ輝いて見えます。ビリーのバレエの成長過程もしっかり見たいのに森内さんのダンスが魅力的すぎてうっかり森内さんを見てしまいます。 10月は週2ペースで見に行く予定なので、引き続き楽しみにしてます。ラジオネーム白玉クリームあんみつさんから頂きました。白玉クリームあんみつさん、ありがとうございました。嬉しいよね。<laughs> いやいや、こちらこそ感動ーありがとうーと叫びたい気持ちの絵釈な、なんていうのあの、ライブでこう、歌手が最後にみんな、ありがとうーっていうのをこう、 なんだろうサイレントでやってる感じな、なんだろうねあの <laughs>、全然違うかな <laughs> なんだろうこう、マイクを置いてさ、どうもありがとうございました、みたいな <laughs> そ。そ、んな、そんなぎゅそんなエネルギーが溢れた埋釈になってただろうね。違うか。<laughs> いや、嬉しいですね。そう、あの、ソリダリティって11、2分ぐらいあるナンバーで、あのー、まあ、ソリダリティのダンス、 の特に激しいというか見せ場になるのは後半かな中盤ぐらいからパンジーの花かごみたいな感じで言われて後ろから列組んで出てくるんですけれどもあのー、言っちゃうけどあのパンジーの花かごってあのキャストにも言われてるパンジーの花かごから って言われると、あの振り付けっていう認識があるんですけど、その後ろ、えっと、その前に、警官と炭甲府が、こう、揉み合い、警官が抑えて、必死に抑えていて、炭甲府が、あの、ストヤブルに対して、めちゃくちゃ、こう、客席の場でうわうわ叫んでいる後、その後に、パンチの花かごのダンスのシーンがあって、セッツがバカーと真ん中から割れていくところから、ブワーと更新で出てくるっていうね。 その間、ビリーがどんどんバレエが上手くなっていく過程が描かれてるんですけれども、その間僕ら後ろにずっといてですね、あのー、あそこがね、一番緊張する。<laughs> こんなこと言っちゃいかんけど、あのダンスの前が一番緊張する、本当に。なんかあんまり緊張しないんですけれども、なんで緊張するかって、あのー、そのソリダリティのダンス。 中盤からあるダンスがですね、めっちゃ激しいんですけど、むちゃくちゃ正確に、しかもむっちゃ細かいんですよ、振り付けが。なのに、僕として必要な感情だ、必要な表現だと思っているのは、踊りのクオリティよりも、えっ、ー、と、戦っている。あの、棒を。 構え、もう振り下ろして自分の手に当てて構えたりとか、棒を振り上げて構えるなりの、そういった時の自分の戦っている、リアルに戦っているであろう心持ちを持ち合わせなきゃいけない。でも振り付けはむっちゃくちゃスピードが速くて、むちゃくちゃ細かくて、足つま先かかとつま先、つま先かかとつま先、つま先かかとつま先かかとつま先かかとつま先、みたいな感じの <laughs>。 <laughs> もうね、もう、いし、難しいし、後ろに下がる時のスキップなんか、もう、とんでもなく早いし、体の使い方一個間違えると、ちょっと前によろけたりするんですよ。なぜかというと、傾斜だから。傾斜だから。で、何より思ってるのは、やっぱ、ダンスナンバーって意外と少なくて、あの、ビリーエリオットって、あんまりない中の一つ、 あのソリタリティのあのダンスナンバーは SNS とか YouTube とかでみんなが見て知っているナンバーで僕もビリーエリオット知らない時はそれを見てそのナンバーの印象しかなかったのね。ビリーエリオットといえばこのダンスだったの。アンサンブルといえば。だから緊張しちゃって <laughs>。いいとこ見せようとして緊張しちゃってんだよね。だから自分としてはそういう場合は6割7割ぐらいの力で余力がある中でやろうと。 でもね、その余力を使ってやろうとすると、前によろけちゃったりするの、芯が入らなかったりするのは、もうどうすればいいのもう緊張して精一杯やるしかないの。ってことで緊張してます。あのー、マチルダの壁よじ登るナンバー見た方はわかるしと思う、そういうのがあったんですよ。もうなんかあの、飛び職みたいなシーンがあって。<laughs> あの時も緊張したんだけど、あれー ぐらいとは言わないけども、あれをやってることが特殊すぎたんでね。でもね、久しぶりにマチルダ以来緊張してます。他はね、例えばなんか流れの中でこう激しいナンバーが来たりとかするから、緊張っていうのは少ないけど、例えばね、まああの、北斗の県の最初の、あの、世紀末になっていくダンスシーンとかは、ほんと激しくて、 本当に大変だったから、あれも緊張はしてた。でも、緊張というよりも、あれはもう体よ動け一発目から動けっていうアップの大変さも相まってましたけどね。はい。<laughs> 作品によって全然違う。マチルだって、あの、すごい隠れながら出ていくというか、あの、セットに乗りながら後ろで、あの、体育座りで出ていくんで、すごいスタートはあれだし、あの、また、 ベリーエリートもスタートは激しいわけじゃない。ただ心持ちはとても大切だから、そういった点ではいいリラックスの中でどれだけ気合が入るかなっていうところで毎日挑戦してたりする。まあ、ナンバーによりますよね。あの、カンパニーによりますけれども。いや、なので、ちょっと緊張しているダンスが魅力的って言っていただけるのはとても嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> やってる会があります。<laughs> そういいとこ見せようとしちゃってんのダメだよね。ほんとそれが一番いかんのですよ。そういうのがな,いなければ全然表現にちゃんとねすんなりね素直にね表現できるのね。ねやだねほんとね。<laughs> <laughs> はい、失礼しました。はい、ということで、素敵なお便りをありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。現在、普通おた強化月間として皆様からお送りいただいた普通のお便りこと、普通おたをご紹介しております。僕に伝えたいことや感激の感想、ラジオを聞いての番組への感想、リクエスト、質問など何でも OK です。ぜひ、投稿フォームや DM からお送りください。 リスナーの皆様からのご投稿を楽しみにしておりますそれではここで今日は何の日ご紹介いたします本日,日,日 ?1869 年明治2年ナポレオン3世が当時フランスで不足していたバターの代替品を募集し科学者のイポリット・メージュ・ムーリエ博士 が、バターに似せて作ったマーガリンを考案したとの記録が残っていることにちなんで、日本マーガリン工業会が同志の誕生日となる10月24日を記念日に設定しております。マーガリンが登場した当時は人造バターと呼ばれており、バターとマーガリンの根本的な違いは、バターの成分は約80%以上が牛乳などの動物性脂肪で作られていますが、 マーガリンは成分の約80%以上が植物性脂肪で作られているとのことでそうなんだね。はい、ということであっという間の30分でございました。エンディングトークでございます。森内正代の活動情報は公式 LINE アカウントにてお知らせしておりますので、ご興味がありましたらぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。会員制のメールマガジンもございます。この機会にぜひご登録ください。 そして、X や Instagram などの SNS を投稿しております。もしご興味を持ってくださった方は、森内正代で検索して、ぜひフォローをお願いいたします。次回の放送は、10月31日23時から23時半での放送です。次回以降の普通おたこと、普通のおたよりも番組公式 X にて募集しておりますので、ぜひ番組公式 X の DM や専用フォームからお送りいただけると嬉しいです。お待ちしております。 この番組をもう一度聞きたい、過去放送を聞き直したいという方は、ラジオ顔声公式 YouTube チャンネルの再生リストから、森内翔大の集まれミュージカルの森をチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は森内翔大でした。今夜も素敵な夢を見れますように。では皆様、おやすみなさい。